あなたは寝つきが悪い方で、寝返りを夜中中ずっとベッドの中で打っていますか？あなたは朝起きると疲労感を感じていますか？8時間以上寝たのにもかかわらず疲労感を感じてしまっていますか？あなたの睡眠スケジュールがとてもめちゃくちゃになってしまっているので、太陽を見ることがない生活を送っていませんか？もしこれらの質問に一つでもイエスと答えるものがあるのであれば、あなたは正しい場所に今います。なぜならこの動画は究極のガイドだからです。あなたの睡眠を改善するための究極のガイドなのです。あなたがすべきことはこの動画を最後まで見て、そして指示に従ってコメントを残してください。下にコメントを残してください。そうすることによりあなたは睡眠問題をさっぱりと改善することができるのです。最初のステップナンバーワンはターゲットです。まず先にすべきことは時間です。あなたが起きたい時間を決めてください。ものすごい早い時間をに決めてはいけません。どこかの教祖様があなたにそうしなさいと言ったからといって5時に起きる必要はないのです。5時の人生で成功する上で5時に起きる必要はありません。あなたは現実的な時間に毎日起きればいいのです。そうすることによりそれを継続することができます。もし仕事や授業が午前中にあるのであれば、1時間もしくは2時間前に起きるだけで十分なのです。あなたがもし友人との交流を夕方に交流する時間を夕方に持ちたいのであれば、そして12時までベッドに行かない生活を送っているのであれば、9時に起きるということも全然問題がないのです。友人との交流を犠牲にしてまで早起きする必要はないのです。私についてはいつも10時に起床しています。これは数年続けていますが、私にとって理想的な時間といえます。6時から11時の間の起床時間であれば全然問題のない妥当な時間といえます。あなたのスケジュールに合っているのであれば全然問題ありません。何が重要かというと、あなたが同じ時間帯に毎日同じ時間帯に起きるということです。なのであなたの理想的な起床時間を下のコメント欄に残して書いてください。私たちの目標はあなたが毎日同じ時間帯に起きること、疲労感を感じることなく起きることです。